皆さんこんにちは、アラサー美容チャンネルのみゆきです。今回はですね、メイクをしながらダイエットの話とか、あと最近のお話とか、まあちょっといろいろ雑談しながらメイクしていこうかなと思います。ぜひ最後まで見てください。それでは動画スタート。はい、ということで最近の毎日メイクをしていきたいと思います。まずベースメイクの一番最初にこのミストをかけます。最近ね、ボンジョンヨと乾燥さんの下地を買いました。結構ね、コメントでこの2つの下地が気になっているっていう方が多かったので買ってみました。今日はちょっとこっち使ってみようかな。いやね、乾燥肌さんのための保湿力スキンケア下地ということで、一人系の下地なんだけど、オールインワンになってて、化粧水、美容液、乳液、クリーム、UV カット、化粧下地効果があるみたいなので、洗顔後これ一つで本当はいいみたい。で、乾燥さんのシリーズ私初めて使うんだけど、なんか乾燥肌さんのためのって言われてるくらいだから、もっと重い感じかと思いきや、結構この下地は水分っぽくてすごいいいなって思った。しかも SPF37PA3+ も入ってるから日常使いにぴったりだよね。はい、こんな感じ。肌の補正効果は全くない感じなんだけど、時短ケアができるっていう感じですね。この2つはもうちょっとしっかり使ってからまとめてレビュー出そうと思います。そしてファンデーションはこちらを使います。スパチュラで塗っていきます。最近ね、ニキビがめっちゃできるの。今日朝起きたらここの生え際にも新しくできてて、オーマイガーなんだけど、ニキビできてる時はね、私はこのフィットミーがすごい相性が良くて、なんかね、荒れづらいっていうか、ニキビが悪化しづらいし、なんかニキビの炎症も普通さ、メイクしてたらちょっとなんか悪化するじゃん。なんかそれが落ち着く感じがしてて、ニキビめっちゃできちゃったっていう時はこのファンデを使いたくなります。最近ね、ダイエットを始めました。というか、まあずっともう一応ダイエットしなきゃなって感じでゆるーく気にしていたつもりなんだけど、やっぱりさ、それぐらいだと全然さ痩せないというか、なんか1キロとか痩せてすぐ戻っちゃうみたいなのをすっごい繰り返してて、なかなか痩せれていなかったんですけど、とね、お盆期間中にね、地元の友達と飲みに行ったんですよ、集まって。そしたら私の友達みんなすごい細くて綺麗だから、さすがに私やばいと思って、ちょっと危機感がすごい出て、普段こうやって一人でカメラに映ってるから、なんか比較対象がいなくて、なんか自分でもなんかなーなーになりがちだし、多分カメラで見ててもそんなになんか分かんないっていうか、バレづらいと思うんだけど、実はさ、ここ 2,3 年で実は5キロぐらい太ってて、5キロってね、結構変わる見た目が。このままじゃやばいじゃん。だって35歳からさらになんか痩せづらくなるみたいなことを聞いたんですよ。で、私今32だから、それまでにはさ、一旦痩せとかないともっと大変になっちゃう。ってことで、2日前からジョギングを始めました。過去にね、ジョギングを2ヶ月続けた時があって、その時ね、ちゃんと痩せたんだよね。確か2ヶ月で4キロぐらい痩せたかな。だから唯一私が成功したことのあるダイエット方法だから、めっちゃ大変なのは分かってるから、すごい始めるまで億劫だったんだけど、いや、さすがにやばいってなったので、もうね、毎日これからジョギングします。あ、これはセザンヌナチュラルマットシェーディングの01番。ずっとさ、もう底見えというか、もうほぼないのをずっと撮っておいたんだけど、やっぱりこれのこの色とこの薄付きな感じが私は好きだなと思ってリピートしました。で、またダイエットの話に戻るんだけど、ジョギングとそれプラスでオートファジーも
過去に私がやっていて自分に合ってるなって思っていたダイエット方法なので、それもね一緒にやろうと思っていて、正しいやり方とかよくわかんないんだけど、16時間ダイエットって言って16時間空腹の時間を作るっていうやつですね。で私の場合だと昼の12時から夜の8時までは何でも食べて OK っていう時間設定にしてて、その8時間の間は本当に気にせず食べるって感じ。アイシャドウは最近よく使うセザンヌにします。私すごい食べるのが大好き でラーメンがめちゃくちゃ好きなんですよ。もう週1でラーメン、二郎系とか家系とかマジがっつりラーメンを結構食べてて、だから太るんだよって感じなんだけど、旦那さんとめっちゃ好きなラーメン屋さんがあって、なんかね二郎系のとこなんですけど、そこは並盛りが麺が300なんですよ。やばくない？でも一番怖いなって思うのはそれを食べられちゃう自分。普通の食事量の女性には結構ねきつい量だと思うんだよね。だって二郎系だからさ、そこにプラスで野菜とかも結構しっかり乗ってて結構な量なの。食べきれなくて残しちゃう人とかも多分ね多いと思うんだよね。とかまあ最初から分かってたら、女性だったらハーフ盛りみたいにする方が多いと思うんだけど、私は 300g の二郎系のラーメンを食べられてしまうんです。でもそんなん食べてたらさ、そりゃ太るよね。だから私はすごい量もめちゃくちゃ人より多分食べる人だし、食べることがやっぱり楽しみでもあるから、食事制限が本当に辛くてなかなか続かないから、この16時間ダイエットの方法は、まあ、一応好きなものを食べれるってなってるから、そこまでストレスなく続けられる。まあ、だからといってその食べ過ぎたりするのはまあ普通に考えて良くないから、まあ、できる限りヘルシーなものを選んだりとか、何を食べてもいいからといって食べ過ぎないようにはしようと思うけど、この2つの方法を主軸に頑張ろうと思っています。みんな応援して。ボンジョンヨの涙袋ペンシル、とりあえず1ヶ月でがっつり5キロ落としてそこからキープしていくか、まあ、緩やかにあと 1,2 キロ痩せれたら一番理想かなって思うんだけど、まあでも欲張らずに現実的な目標で言ったら最初の1ヶ月で3キロ落としたいなって思ってる。だからねちょっとインスタでみんなに監視してもらおうと思って、最近ちょっとインスタでその日のダイエット報告とまではいかないけど、今日も走ったよとかちょっと報告していこうと思って、豆じゃないから毎日できるかわかんないけど、まあ、やろうかなって思ってるので、ぜひみんなインスタもフォローして私のダイエットを監視してくださいとね、みんなにいい報告がちゃんとできるように頑張ります。なのでもしダイエットしている方がいたら一緒に頑張りましょう。あ、これずっともう買わなきゃって思ってるのにずっと忘れてて、ないもうメイクのクリーミータッチライナー、ちょっと頑張ってみるか。目の粘膜を描きたいときはこのクリーミータッチライナーが一番落ちづらいからいいんですよね。でもさすがにもうカスカスすぎてちょっとないんで、このオレンジブラウンみたいな色でやります。はい、アイメイク完成。今日も裸眼です。でね、このセザンヌのアイシャドウを使ってると結構ね漏れてるって褒められる。ナチュラルなんだけどしっかり漏れるし、なんか透明感もあるのも合ってるのかも。皆さんお盆休みはどこかお出かけしましたか？私は旅行好きなんだけど、うちは旦那さんとかも結構休みが取れるお仕事なので連休とかは外してなんかちょっと有給使って行くみたいなことが多いんで、あんまりこういうタイミングで旅行に行くことがないんですけど、どうです、混んでるんですかね。なんか結構行く人もさやっぱ多いじゃん。だからなんか行きたいなって思ってシンプルに行きたい。
そう、でも混んでるの嫌だからいつもお盆はおばあちゃん家に行ったりとか近場のイオンに行ったりとか結構普通に暇つぶししてる。なんかね、ネイルのお姉さんにディズニーは、まあ、お盆ではないと思うけど空いてましたって聞いた。なんか暑いからかな、ディズニーってめっちゃ混んでるイメージだからさ、タワーオブテラーが15分だったみたいな感じで言ってました。いいよね、15分だったら。でね、今日はみんなお休みなんで今からね、IKEA に行くの。ちょっとね、お部屋のインテリアとか家具をがっつり変えたいなと思ってるので IKEA に見に行ってきます。なんかめちゃめちゃ部屋がいい感じになったら久しぶりにルームツアーとかもやりたいけど、いい感じになるかな。ハイライトします。やっぱこのハイライトね、いいんだよね。色味がすごいね、馴染むからしっかりとしたツヤ感だけど派手すぎない感じかな。で、リップは今日はヒンスのマットリップがベースに塗ってはみ出るようにってやって、こっちのヒンスのローグローティントを重ねます。これはローローズっていうカラーです。でも私がつけるとちょっと濃いかも。ちょっと色味がね、私の唇だと濃く発色しちゃうんで、こんな感じの色です。ティントなのにグロス塗ったぐらいチュルチュルに仕上がるところがね、すごい可愛い。はい、ということで準備ができました。今日はこんな感じで届いたグッズの T シャツに合わせてカジュアルなコーディネートなんで、キラキラのバッグを合わせてちょっとお出かけっぽくしてます。で、ヘアは大人っぽくまとめました。最近ね、ショート動画の方でコーディネート紹介とかもしてるので、ぜひショート動画の方もいいねよろしくお願いします。これめっちゃ可愛くない？GU で購入したんですけど、キラキラのバッグがね、カジュアルなコーディネートでもこのバッグちょっと入れてあげるだけで一気にお出かけ仕様に見せてくれるので、すごい可愛いです。はい、ということで今回の動画がいいな、楽しかったなって思ってくれた方はぜひチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。それではバイバーイ。